演舞開演。どうも、本日はこちらハーゲンダッツの花もち桜あんを食べたいと思います。さ、食べる桜。桜餅とは違うのかな。ではでは、いただきます。程よい塩気、これだから食べるお花見はやめられない。桜はあんではなくソースになっていて、それがうまく下に落ちるようになっていて、お餅やアイスとよく絡んでいました。そして中に入っているほのかな甘さのあん、桜の塩気がアイスとお餅をよく引き立てていて、とっても美味しかったです。桜餅とはちょっとやっぱり違いましたね。でもこうした楽しみ方も本当に嬉しいと思います。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。